装束着用の図より、火馬釜の図。火馬釜は、火の袴、あるいは、くれない袴とも呼ばれ、腰から下に着用する和服の一種。講義では、赤系統の色をした袴のことを指し、競議では、平安時代中期以降に、主に宮廷において女性が貝として着用した袴を指す。今日でも巫女装束として用いられている。 典型的な巫女装束の日墓巻き墓場の後ろ姿女房装束などで着用する袴を一般的には日墓場というものの着用する人の年齢などによって色彩に違いがあった。若年層は濃い紫色の濃色を用い、基本は灰色、紅色を用いた。現在も宮中の装束や一部の神社の巫女装束にその名残が残っている。 紅花が出すシンク色が平安時代の頃から女性たちの間で愛されて公式の場でもしばしば用いられた。紅花は高価でかつ火災を連想されることからたびたび禁止令が出されたが全く効果がなかった。延十7年に三好清幸が出した意見書にも火カマの流行を憂う一文があるほどである。教示にあたっては吉祥を表す公色を使うことを避けたのか 肝臓色の袴を用いた。肝臓は忘れ草とも呼ばれ、別離の悲しみを癒す意味で着用した。また、平安時代には転居の際、日を避けるという意味で火袴に変えて白色の袴を着用したが、鎌倉の末期にはそれは捨てれてしまっていたようだ。火袴には新色が着用する袴と同様に飾り紐の装飾が付けられている。前側は、 結び目のため確認することができないが、後ろ側から見ると確認することができる。また、同じ日ばかまであってもコスプレ用の安物には、この飾り紐が省略されている。上代に、チュンの下に履いていた肌着であった下袴が、国風文化の流れで大ぶりとなり、平安中期以降は、表着の袴として活用されるようになった。形状は、男性が肌着として、 上の袴の下に来た大口袴と同じであり、両足を通す小ありのズボン式である。ただし、裾が足先まで覆うほど長く、長袴とも呼んだ。裾くくりはなく、夏を除いて合わせ仕立てである。ひだは腰周囲のサイズ調整のために作る程度で、裾までは入れなかった。腰紐は一本で、そのまま腰を囲み、右脇に縦結びで結び垂らした。 巫女装束などでも見られる、色の濃淡を表現するための、四方という日本刺繍を用部に入れる。皇后、中宮の、尿語、内心脳は、あや物、女の、官は平らを用いた。表地を裏地に利用する、仏返し、引き返しという仕立てをし、表地、裏地と同質の生地の合わせとなる。生地表面に、艶や針を持たせるため、絹ぬたで打ったり、板引き、 のりづけなどの加工を施したものを大袴、超袴と称した。なお、近代では袴の生地にこのような加工はしなくなったが、鎌倉時代の遺品が熊野早玉大社に伝えられている。明治期に教育者の下田歌子が学習院の全身家族女学校の女学生用の袴として、待がなくより着脱がしやすい一般に女ばとも呼ばれている。 安どんばかまを発明し、公表を受けて、後に安ンドン型の火ばかまも作られることとなった。現在の火ばかまは、主にこの安どんはかまが主流である。この発明の経緯として、自身も学習院の卒業生で、旧家が藩主の家系を継ぐ公爵、前田敏成の長女、坂井美子は、古代には藻や袴を用いていたが、近世には用いられなくなっていた。しかし、 それでは礼儀に欠けるというので、教授の下田歌子らの発案により、従来の火馬釜と差し抜き等を接中した袴が作られた。それから長い間、女子教官や生徒はこれを常用し、一般の女学生もこれを模倣するようになる。つまり、当時の娘たちは巡礼層で毎日登校していたのである。学校とは学問や芸術を教えていただく場であるから、 先生に敬意を表す形として、服装も整えるのが礼儀である、と、人々は考えていた。と述べている。ABCD 鈴木慶造、有識古実図典服装と、古実1995年、吉川博文館、ISBN4 から642074678。ありがとうございます。